いやー、すっかり寒くなってきましたね。やっぱ寒くなってくるとね、活躍するのはこちらファンヒーターでございます。エアコンだとね、ちょっと力が足りなくて温まりきらないってことが多いんですよね。だからね、結構寒いところではこちらファンヒーターが活躍します。ただこちらファンヒーターのね、まあ邪魔くさいとこといえばね、これ給油でございますよ、給油。はい、そこで今回はね、給油を簡単にできる電動ポンプのご紹介となります。本日紹介するのはこちらでございます。高進の乾電池式灯油ポンプでございます。では早速開封してみましょう。今回ね、これを買ったのにはちょっとしたポイントがあるんですよね。ポイントがまあ、こちらがね、中身になるんですけども、これね、ちょっとこちら開けていただくとね、よっこいしょと、見えておりますでしょうか。これ、なんとね、単三電池で動くようになっているのです。しかもこれ4本入れるとこありますが、これ実は2本で動くことも可能。とりあえずね、2本セットしておきましょう。結構ね、この電動給油ポンプってね、単三じゃなくて単一のやつを使うことが多いんですよね。するとね、あれ結構でかくて、まあ、普段ね、予備として持ってることなんてないっすよね、なかなか。しかもね、結構あれ寿命があるから3年、4年とか意外に使えたりします。すると何が起こるのかというと、液漏れです。まあ、そういうこともあるからね、この単三電池で動くってのはいいですよね。そしてこれ取り付け方は非常に簡単。まずこちらね、蓋を開けていただいて、そしてね、この先っちょをね、このまんまね、スル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 ーっと入れていただきまーす。それでここ見えてますかね。あとはここをね、クイクイクイとね。またね、この先っちょの入り方がね、これがね、場所絶妙なんですよ。まあ、普段ここでもいいし、このようにね、このケースにね、結構合ってるんですよ。17リットルのケースに。で、こんな感じで、ほんとね、セットしとくような感じですね。はい、とはこんな感じで、結構ね、コンパクトなんですよ。そしてこちら使い方はというと、とりあえずね、こちら灯油管の先っちょをね、ペーって開いていただいて、そしてこちらにセット。あとは手元にスイッチがあるので、これをね、ウィーンとね、やるとね、なぜか動かないと。はい、奥さん、原因わかりました。こちら電池入れるときね、こっち側2つ入れるんですね。真ん中ではなくこっち側です。では気を取り直して給油開始。ガチャンと、はい、給油が開始されました。はい、こんな感じでどんどんと中に入っていきます。はい、止まりました。とまあ電動ポンプでは当たり前なんですけども、自動で止まるようになっております。それでポンプが止まったらね、もちろん停止にして、この時こぼさないようにね、この先っちょを取り出して、ここでねクイッと入れての戻すと。まあ、あとはね、こうして、よっこいしょ。そこで今回のこのポンプの特徴としてはね、まあ、電動で入れることができる。そして単三電池で駆動する。そしてね、これ直付け式なので、なかなかね、灯油の匂いがしないんですよね。昔のなんかスコーン刺すやつはね、こっからね、結構、灯油の匂いがふわんって出てたわけ。しかしこちらね、デメリットもございます。これね、灯油、付け替え、このポンプの殻がなくなってね、付け替えの時にね、これを取り出して、なんか付け替えたりするとね、まあこれ、まあこれこぼれるんだわ、これ。付け替えの時に。しかしね、いろいろ調べてみたら、その被害を最小限にする方法がございました。それはね、もう一つね、このポリカンを用意してね、なんかホームセンターとかに行くと、こういったやつが売ってるんですよ、こういったやつが。まあまあまあ、こんな感じでね、取り付けますと。そしてこちら側をね、これを開けて、こうしてね、ガチャコンと。ポリカンからポリカンに給油ですね。あ、すごい、うまくいく。とは、こんな感じで、ポリカンからね、ポリカンに給油すれば、灯油がね、こぼれない。こぼれなかった一滴も。とは、こんな感じなんですけども、やっぱ、直付けのやつ、いいですね。今回ね、この方法を使えばね、床を汚さずに、給油できるから、とても便利でございます。では、最後に、こちら、電動式給油ポンプ、単三電池が使える、こちらね、なんと価格1780円でございます。Amazon にて送料込みでね、今のところ販売してるんですけど、まあ、時期によって値段が多少前後することはございます。説明欄の方にリンクしておきますので、もしよかったら見てみてください。以上、単三電池で動く灯油給油ポンプの紹介でした。わお、給油ポンプのね、毎年進化してるね。やっぱね、単三電池はね、便利ですよ、便利これ。あとね、実は昔ね、私、電動給油ポンプの紹介したことあるんですけど、あれどっかなくしちゃったんですよね。その時の動画についてはね、こちらの方、こちらの方に貼り付けておくので、もしよかったら見てみてください。初期の私の動画だからね、なんか今と雰囲気違うんだよね。人間はね、なんか色々と変わるものです。そしてね、寒さ対策っていうことで、こちらの方もね、リンクしておきます。これはね、世間的に流行ってる、着る毛布っていうやつだね、着る毛布。しかもそれのスーパーマンのかっこいいやつでございます。
まあ、スマホの人の方はねこちらを押しても何もならないので、説明欄リンクしておきました。そちらも合わせてご覧ください、そして今回の動画ね記事にもしております、もしよかったらね説明欄から見てみてください、皆さん寒さにはね十分注意して風邪ひかないようにしましょう、ではまた皆さん次お会いしましょう。